母親がもともとバレーボールをやっていて、で、チームのコーチをすることになったので、小学校1年生に誘われて、そこからバレーボールを始めました。自分に才能があるとはまだ全然思ってなくて、でもこういうふうにプロを目指そうと思ったきっかけがやっぱり母親で、母親も少しだけプロでやっていて、自分の夢を諦めて、家庭に入ったので、まあ、そういう理由もあると思います。自分自身こう日本でやっていて、すごくプレッシャーを感じながらプレーして、なんか純粋にバレーボールを楽しめていないなって感じていて、まあ、例を言えば、例えば勝てないかった時にやっぱり自分の責任にこうされてしまった時があって。まあ、確かにそうだって感じる時もあるし、でも、まあ、そういうことがあるとやっぱり毎試合毎試合こうすごくプレッシャーがかかってくるので、そういうことです。で、以前ルーマニアでプレーした時はプレッシャーも多少はあったんですけど、やっぱり純粋にバレーボールを楽しめる気持ちになれたので、そういう気持ちでバレーボールをしたいなって思って、こういう環境を求めてきました。日本はスタッフと選手っていうのはもうこう全く上と下っていう感じなので、こう海外みたいにフレンドリーに話せたりとか、まあ、そういう環境ではないです。なんか、監督が全てっていう、そういう感じで、なんて軍隊みたいな。Thank you. Thanks for coming. やっぱり休みの日とかでも、まあ、日本では結構自分で基本なので、やっぱり目立ったりするんですけど、そういうやっぱり顔を知られてると、やっぱり、まあ、SNS とか、まあ、そういうところに出たりとか、有名な選手だとやっぱりそんな簡単に外に出れなかったりとか、まあ、簡単に恋愛できなかったりとか、まあなんかそういうところでプライベートはあまり自由ではないなって感じてます。もともとはあまりちょっと面倒くさいことが、面倒くさいことを避けたい性格なので、やっぱり海外でやることとかは、まあ、多分避けてたんですけど、一回海外でやってこう経験してしまうと、なんかこういう楽しさとか、やっぱり自分一人一人をこうリスペクトしながらこう接してくれるというか、まあ日本もそうなんですけど、やっぱりその人その人の良さをこ
こう引き出してくれる良さはすごく感じるので、なんかそういう喜びだったり、なんか常にいろんなことを共有できるのはすごくいいなと思って。